時にアトム泣かないでって言って泣いてた頃からあれから4年かと思うと全然成長できてなくてちょっと辛い気持ちもあるんですけど、でもやっぱり後輩の頃は見えなかった先輩からの目線っていうのが嫌でも感じるようになってきて、すごい苦しいこともあったんですけど、続けてきてよかったなというふうに思います。バレーも全然わからない状況でバレー部に入ったんですけど、チームでするプレーっていうのはすごい難しいものだなと思ったんですけど、ベンチから一番いい観客席からベンチからプレイヤーを見れるマネージャーがすごく楽しかったです。本当にありがとうございました。また頑張ってください